モンスタークラーンは、有機光流著、甘塩米粉刺絵のシリーズ小説、角川ビーンズ文庫から発売されている。血族はいかなることがあっても隣人に危害を加えてはならない。もし、隣人が血族に危害を加えてくることあらば、速やかにそれを知りけ、すべての痕跡を消して、そこからされ。そして、隣人以外をなす血族は、異端者とみなして、彼。 スカサドウサキよりは、正当なワンピーや一家に育てられた人間の少女。しかしクラーンの長老たちに疎んじられ、一族と認められていない。十五歳のある日、彼女は一族として認められるための試練を与えられる。地の掟に従い、血族を離反した異端者、ケッツァーを彼れ、愛獣を手に彼女は試練に挑むが、大ピンチに。そこに助けに現れたのは、十年前に離ればなれに、 なった義兄アベルだった。彼女は、一族として認められるのか。モンスタークラウン黄昏の標的、モンスタークラウン悠久の盾、モンスタークラウン虚構の箱舟、モンスタークラウン迷宮の歌姫、モンスタークラウン恒類の弾丸、モンスタークラウン別離の嵐、モンスタークラウン黎明の光感これは先夜に、受け継がれており、やると、ルイやグレーテルに嘆かれるしかも、 現在一切日本産にこだわり、こたつや煎茶まである。ちなみにデメルングの社員たちは時玉社長の家の家政婦が大量に作る歌詞を密かに楽しみにしている。四巻跡書きによると、歌姫の本来のドイツ語の発音に近いのは、ディバだが、ディーバの方が、響きがいいしかっこいい気がするとのことで、ディーバとなったとのこと。小さな子という意味しかし、同時期にエクシールも同様に、 彼女をジルと呼ぶと言ったため、さきよは同じ発想だというのが気に食わない。実際は溺愛されており、できるだけ苦労をさせないように責任を負うという、重圧から守ろうとする、間違った愛情を向けられていた。当然この悪行は家族に知れ渡り、こっぴどく叱られたが、ますます鬱屈した怒りに火を注ぐ結果となった。なお、これをきっかけに、使い魔たちは、 元から嫌っていたカルネオルケがますます嫌いになった。ありがとうございます。